セス・ヘンリー・ネッター・マイヤーはアメリカ合衆国ミシガン州リッチモンド出身の物理学者。1937年に同国出身の物理学者であるカール・デイビッド・アンダーソンの共同研究者として宇宙船の中からミュウー氏を発見したことで名高い。また、1982年にエンリコ・フェルミ賞を受賞した。1907年9月16日。 アメリカ合衆国ミシュガン州のリッチモンドに生まれる。スタンフォード大学に進学して1929年に学位を習得。その後は1941年までカリフォルニア工科大学で研究員として PHD 習得のためアンダーソンの共同研究者となり、1937年にウィルソンの切り箱を用いて宇宙船の中からミュウ粒子を発見した。 ナオミュー粒子は発見当時、電子のほぼ200倍の質量を持つ粒子として報じられた。アンダーソンらが発見した粒子を新たな中間子と裏付けた人物は、日本の物理学者、湯川秀樹やアメリカの物理学者、ロバート・オッペンハイマー、スイスの物理学者、エルンツとシュティッケルベルクによって確認された。1941年から1943年まで、 第二次世界大戦のため、アメリカ国立標準技術研究所に勤め、1946年に、ロスアラモス国立研究所で、オッペンハイマーらのマンハッ発イ計画に参加した。1946年より、ワシントン大学で助教授を務め、後に教授となり、1973年には、ワシントン大学の名誉教授となった。1982年に、エンリコフェルミ賞を受賞。 1988年1月29日、ワシントン州のシアトルで亡くなる。万有百科大辞典 1976P430。ありがとうございます。